はい、皆さんお久しぶりですね。ちょっと間が空いちゃいましたけど、コズの趣味部屋へようこそ。いやー、ちょっとね、間が空いちゃったね。いやー、だって紹介するものがなかったんですよね。なんかこれといって欲しくて購入したものもなく、はい。で、まあ現在に至るわけですけれども、本日ね、ちょっと待ちに待ったものが届きましたんでね、それをご紹介したいと思います。まあ、とりあえずね、こちらですね。じゃじゃん。はい。まあこれを見ていただければわかると思いますけれども、EMS ね。EMS っていうのは、国際郵便です。はい。っていうことは、国際郵便ということは、そう、海外から送られてきたものです。はい。なのでね、今ここでドカってね、用意できないぐらい大きいんですよ。はい。なのでね、ちょっとウルトラな方と、ちょっとね、ご紹介していきたいと思いますんでね、まあとりあえず箱開けて中身見ていきましょう。はい。はい、今ね、太郎さんがね、ちょっと指さしましたけれども、こちらですね、箱に、ドラゴンボールスーパーと書いてあります。はい、結構でかい箱ですね。うん、思いっきりね、テープでバリバリに、固められてますけど、はい、これをね、開封まずしましょうか。はい、なんか箱なのかスポンジなのかわかんないですけど、開けてみます。はい、ということでね、太郎さんが割ってみましたけれども、こういうねでかい箱に入ってます。ここにね、ドラゴンボールスーパーボリューム4身勝手の極意孫悟空と書いてあります。はい。で、イラストも入ってますね。かっこいいイラスト。いやー、ちょっとね、ビニールを剥がしてみましょう。はい、蓋を開けると、こういう感じで入ってますね。スポンジですね。発泡スチロールか。発泡スチロールにテープ止めされてる感じですね。はい。ではね、ちょっと箱から出します。はい、発泡スチロール開封しました。こういう感じで入ってますね。もう開けた途端ね、なんかフィギュア独特の香りがスメルがするぜ。はい、こういう感じで一パーツ一パーツついてますね。ではね、ちょっと一つずつ開けてね、見ていきましょうか。はい、ではね、一つ一つ、見ていきたいと思います。ではね、土台の方から見ていきましょう。はい。すっごい、何このボリューム。あのね、ほとんどがこの土台の重さですね。土台がめちゃ重い。すげえ重いわ。なんか一応ね、メーカーでは、13キロかな、総重量が。なので、まあ重いっちゃ重いけど、13キロもあるかな。でね、ここには、ちょっとね、鏡ミラー的な感じで、ドラゴンボールスーパー孫悟空身勝手の極意って書いてありますね。はい。いや、ここのペイントとかね、いや、よくできてんな。海外製品すごいね。いや、すげえすげえ、すごいね。このエフェクトのこの煙とか爆発とかエフェクトのこのね、グラデーション、すさまじいね。うん、で、裏を見ると、シリアルナンバー書いてありますね。300体限定です。157体目。うん。
もうちょっと語呂がいいのが良かったな。ということで、これがね、ジオラマ土台の部分になります。じゃあ次見ていきましょう。はい、続いてはこちらですね。まあ、完全にエフェクトですね。はい、よいしょ。まあ、完全に、ブルーのオーラですね。もう身勝手の極意の木がエフェクトとなってますね。はい、まあ、付け方は分かりませんが、まあ、あ、これも多分 G シャックかなんかですね。海外だとね、ほとんどがマグネット式ですからね、着脱は。はい、で続いてもエフェクト。はい、これもね、これは支柱がついてるね。刺す感じのやつかな。うん、ちょっとこう、うん、独特のオーラの形してるね。はい、でちっちゃいオーラ、これはね、ほんと刺すだけ。はい、いいね、クリアだからね。はい、で見てください、トップ、トップが付属してますよ。このトップ見えるかな。うん、まあちっちゃいからかな、あんま似てはないんだけれども、うん、まあでも、ね、これだけでどのぐらいなんだろうな。うん、UG ぐらいあるのかな。まあ、これも、支柱が付属してますね。はい、で皆さんお待たせの胴体すげえなこれ。ちょっとこれはやばいぞ。いやー、腕とね頭ついてないけども、この時点ですさまじいねこれ、敵が。いや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 、このきめ細かさ、いやーすごいな。海外の人もすごいよな。この指のリアルさすごいよね。いやこれは半端ないよ。うん、いやすっげえ。じゃあちょっとね、腕あるかなって、腕あるけれど、はい、はい、腕をつけてみましょう。これも多分マグネットだと思うんだよな。ほら、くっつく。すげえ。うわー、すごいな。じゃあ肝心の頭見ましょう。はい、頭がこんな感じです。もうやばいですこの時点で。もうやべえ、半端じゃねえこれ。いやこれはやばい。これも多分カポッと入ると思う。あ、入んなかった。これは何か、うわすげえ、かっちょいい。うわすげえかっこいい。めっちゃいいわこの悟空。うわ、髪の毛もね、ほんと黒ってだけじゃなくてちょっと白がまぶしてある感じなんですよね。いやすげえかっこいい。何これ。うわ、もう毛の造形とかも完璧。もで、実はね、これ予約した時点では本当まだねアニメでも
宮っていうのは極意極みがね、出てない時だったんでね、まあ極みが出てからでしょうね、特別になんかこう極みの糖分も付属 しましたね。これはちょっと予想外でしたね。まあ糖分がつくとは思わなかった、すげえこの極みの糖分すげえな。でもねこれね体は取っ換えられないんで、まあ、正直ね こういう感じになるんですよね。これでもめちゃくちゃかっこいいんだけど、確か極みの時はこれ道着破けてますよね。だからこのインナーがこう破けてるんだけど、まだインナー着ている状態の極みっていうね、ちょっとでそこはね違和感あるかな。ちょっとどうせだったらもうここまで来たらもうここのね上半身変えてほしかったね、破けた感じのやつ。まあそれは贅沢ですけどね、十分かっこいいこれ、はい。まあこれはねやっぱ兆しの方が合うでしょう、はい。かっこいいわ、はい。ではね、ちょっとジオラマとエフェクトをちょっと合わせて、完成させてみましょう。はい、組み立て終わりました。一応ね組み立て終わったんですけど、まだちょっと付属品がありまして、こちらがアダプターですね、はい。で、オンオフがここで切り替えられるスイッチがありますね、はい。まあ、一応ライトアップ機能がついてますんで、はい、それだと思います、はい。で、あともう一つが、カードが付属してましたね。ジェイって書いてジャックで、なんだろう、トランプかな、ジャック、で、通信中、はい。で、もう一つカードこれはなんかホログラムが付いた、シリアルナンバー付きのカードですね、いやすごいね、すげえ。裏もすごいね、説明書きが書いてあるぐらい凝ってるな、すげえ凝ってるわ、はい。こちらが、ついてましたね、はい。で、実際の本体は、こちら、はい。こうね下からいきます。いやすっごい、いやなんだろうこのほら、いやすっげー、うわすっごいな、いやかっこいい、いやかっこよすぎる。でトップトップはね、こういう遠近法で、ちっちゃく、なってるって感じですね、うわすげえこれかっちょよすぎるわ、半端じゃないねこれね、いやかっこいい。今季節になったんですけど、オーラもねこういう白の点々、まあ、ちょっと舞い上がってる感じ、これも再現されてるんですよね、細かい、ほんと、いやすっげえ。じゃあちょっとねライトアップ機能を試してみますか、はい。一応ねコンセントに挿しました、はい。こういう感じでね裏側にあったんでね、はい。ではね、ちょっと
ライトアップしてみますか。では行きます。スイッチオン。うわーすごい。いや青いオーラが、いやすごいな。すげえ。ちょっとね、これじゃあちょっとね明るくて凄さは分からないと思いますんで、とりあえず明かりを消してみますか。どうですこのシルエットでもすげえかっこいい。うわかっちょいい。シルエットでこれだよ。めっちゃかっこいい。すっげえな。いやすげえ。トップはすげえ。ほんとすげえしか言えねえよこれ。もうほんとにいやー素晴らしい。はい、いやーこれはすごいな。はい、いやーすごい。これはほんとねーもう待ち遠しかったなこのフィギュアは、もう一目惚れってやつだね。いやーいい。はい、ということでね、まあ今回は、久々にね海外製品いいものを購入しました。いやー皆さんもね、まあこれを見てね、もしよろしければね、購入とか検討してみてはいかがでしょうか。まあヤフオクとかでもね、もう売られてますんでね、まあそういうとこで買ってもいいと思います。はい、では今日はねこの辺で終わりたいと思います。見ていただけましたらぜひねいいねボタンを押してください。それがね、励みになり、今後のね、動画頻度アップつながりますんでね、ぜひお願いします。あと、チャンネル登録してない人はね、この後もね続々と海外製品紹介していく予定ではありますんでね、ぜひチャンネル登録してお待ちいただければなと思います。まあ、その間もね、購入してきたもの、ご紹介していきますんで皆さんお待ちいただければなと思います。では、今日はこの辺でご視聴ありがとうございました。